マヤ・カタオカは日本の美容家。昭和初期のパーマネントウェーブの流行を経引した人物の一人であり、日本国内外での美容情報の発信により、美容街の発展に貢献した。昭和期の美容街を代表する人物の一人とされ、パーマ界の草分けとも呼ばれる。本名は、片岡信子。愛知県名古屋市で、旧家の米沢家に生まれた。1930年春。 21歳で上京し、文化学院文学部専攻科を卒業し、夫人が放射に記者として勤めた。横浜港に停泊していたアメリカ客船プレジデント、ウィルソンの美容室を取材した際に、電気パーマを目にして、洗ってもウェーブが落ちないとして、興味を持った。マヤが美容師を志すと、母親は驚き、学校での娘の恩師である、川崎夏の元を相談に訪れると、夏は、 ヨーロッパの美容師の社会的地位などを引き合いに出し、美容師は決して癒しい職業ではないことを説いて、母を納得させた。船の取材の2年後、山野千恵子の美容研究所に入所した。卒業後、銀座大和町の美容師である、ロシーウエダに指示した。1934年に25歳で独立し、新宿産校長に、マヤ・片岡美容室を開業した。マヤ・カ岡の名は、 母校である文化学院で文学部の部長を務めた作家の菊池博がフランシスコ・デゴヤの描いたマヤの絵やマヤ文明にちなみ、当時の名牛山、アーデン山中などカタカナの名を名乗った著名な美容家たちに習ってつけた名である。片岡聖は結婚後のせいであり、この時すでに後の日本ヘアデザイン協会代表理事である片岡森弘と学生結婚していた。 開店当初は繁華街である新宿という高立地にもかかわらずパーマ目当ての客はまだ少なかった。マヤは夫の勧めで日本国外での勉強を決心した。1935年、マヤは父から結婚費用代わりの名目で資金を調達してアメリカへ渡りロサンゼルスの美容学校に入学した。翌1936年にはニューヨークの美容学校で さらに高度な美容技術を学んだ。1936年に帰国。新宿店を再開し、日系2世を片腕に据え、十数人のスタッフ、すべて輸入品の機器と薬剤を揃えた。中でも特徴は、ニューヨークから自家輸入した最新鋭の電気パーマ機であった。これは、日本全国的に見ても導入店はまだ数店で、しかもパーマ料金が 当時の有名ホテルの宿泊料の10倍以上という高価なものであった。その点、マヤの店は機械を安価で仕入れた上に、設備費のコスト削減に努めた末、大衆的な料金を実現した。マヤはさらに、留学時代の人脈を活かし、新聞や雑誌に頻繁に広告を載せた。朝日新聞には、連日のように、パーマは、帝都一の前や片岡の広告が載った。 この広告戦略は的中し、店には開店と同時に、パーマ目当ての客がなだれ込み、行列のできる美容室として評判になった。打ち止めをしたり、翌日の予約券を発行せざるを得ないほどだった。客の中には、当時の人気漫画家の小野さ世夫や、俳優の高瀬実情の姿もあった。1937年、日中戦争が開戦後、女性の髪型の自粛が奨励され、 廃業する電気パーマ店が出始めた。マヤは、芝山三岡や牛山菊子らと、歌謡会を結成し、パーマの延命に尽力した。しかし、太平洋戦争期には、東京空襲が激化し、やむを得ず、新宿店を閉め、静岡県熱海へ疎開した。終戦後、マヤは、東京へ戻ると、すぐ、GHQ により、アメリカ軍婦人将校の美容を命ぜられた。 美容の技術に加え、アメリカ留学による語学力を買われたのである。神田のヒルトップホテルに美容室が設けられ、マヤは毎日そこへ通勤した。連合軍司令官、ダグラス・マッカーサー夫人のジーン・マッカーサーへの応対には苦労したが、帰り際には必ず、当時の日本の貴重品であった高級石鹸を送られた。翌年頃より GHQ の仕事から解放され、 新宿店を再開した。戦前の店のあった場所は戦争で焼け野原となっており、戦後の混乱の常時で不法占拠する男性たちがいたが、マヤはマッカーサー夫人に訴えて、これを一掃させた。さらに工事町、熱海、名古屋と支店を拡張した。1951年には、欧米美容事情探求の旅から帰国し、有楽町で記念賞を開催した。 女優の関智恵子や明美京子らをモデルとし、欧米の紙を発表した、読売新聞社主催ということもあり、会場は美容師で溢れた。またパリ滞在中には、フランス通信として現地の美容の傾向を日本の新聞や雑誌社に流した。日本国内外で美容情報を積極的に提供することで、マヤの名は急速に高まった。美容文化の発信者としては、 牛山菊子と共に代表的な存在であった。日本国外では、ロサンゼルスの支店も設けた。60歳代に、それまで放置していた、卵巣腫瘍の手術を受け、精子の境をさまよった。術後は癒着成長閉塞を患った。また若い頃から神経性の心臓病の欲しさがあり、常に、カンフル注射薬を持ち歩いていた。加えて極端な便秘であったが、 そうした体をものともせずに、年に2回は、海外旅行に出ていた。1993年12月、夫の森博が、事故死した。長男によれば、母の晩年はここから始まった。父の死から約1年は、無有病者のようだったという。1998年にはようやく元気を取り戻して、長男夫婦らと共に石垣島へ旅行したが、それが、最後の遠出となった。 翌1999年1月に自宅で脳梗塞に倒れた。病床ではこんなことしていられないと言い続けたが、4年間の闘病の末に2003年1月15日、満93歳で死去した。柴山美代子はその死に顔をご苦労の後は未人も感じられずと追悼した。幼少児は男ばかり6人の兄弟と共に育ち、女子は まや一人だけであった。そのため女の子らしい遊びを好まず、チャンバラごっこが大好きであった。そのためか、何事にも120%を目指す、強く、価値気な性格であった。長男が誕生すると、教えた遊びは、将棋、麻雀、花札であった。戦中の苦楽を共にし、同年代であった、柴山美代か、牛山菊ことは、夫婦ぐるみで信仰を深め、 業界三馬が荒らすと呼ばれた。特に、柴山美代子は、親友と呼べる間柄であった。また牛山菊子が、死は、美しい日陰生まれゆくことと人生を、肯定的に捉えていたのに対し、マヤは、日頃から、死後の世界を否定して、死は無駄と語っており、対照的な姿勢感を持っていた。美容界随一の実力者である、山野愛子は、戦後以来のライバル関係と言われた。 美容学校などで更新を育成した三夜に対し、マヤは業界に根を張らず、東京から日本各地への出展で営業一本で地位を築いた点で対照的であった。美容家としてだけでなく、事業家も志向しており、美容以外の商売を模索していた時期もあった。株式投資にも熱心であった。芝山美岡の弁によれば、言う通りに理解していたら、本当に儲かったという。 その一方で、1億円の収入を得ると、その収入を別の相場に、丸ごと投資し、結果として、全額を失ったという、豪快な逸話もあった。美容家として、名をなした後は、家では、毎朝、味噌汁をかけた卵かけご飯で朝食を済ませ、仕事に出るという生活ぶりだった。50歳代で腰を痛めるまでは休む間もなく、働き、電話では、早口でまくし立てた。 頭の回転が早く、物事を割り切って前進する性格であり、人に対しては物事を、はっきりと言った。それだけに人を傷つけることもあったが、当人は、つい本当のことを言っちゃうと、気には止めていなかった。戦術の山の愛子の活動に対しても、柔らかい口調ながらも厳しく批判することがあった。フリーの著述家である、並木隆信は、マヤのこのような美容家としての人生を、 失踪する車のようと表現している。ありがとうございます。